それでは今日のヒーロー選手の登場です。まずはドライビングバネラしました。バファローズ今日のヒーローは山本由伸投手、ブレイニック・バネラ選手です。まずは先制タイムリーのバネラ選手です。ナイスバッティングでした。来日初のお立ち台です。今この拍手を浴びたお気持ちいかがでしょうか。Thank you. So I feel really good to be here. And great job to the team. Yamamoto throw really good. So I feel really good. この場所に立てて本当に嬉しいです。とにかく山本投手がいいピッチングしてたので、いい形で仕事ができてよかったです。試合の方なんですが、1打席目からノーアウト2塁1塁のチャンスで回ってきました。どんな思いでバッターボックスに向かいました。 So, I don't try to think too much about that situation. Select good pitch and make a good contact to base it to the team. 特にああいった場面では頭の中でいろいろ考えずにいいボールをしっかり選んで、そのボールが来たらしっかり捉えようと、それを考えて打席に入っていました。序盤から素晴らしい先制点になりました。どうでしょう、日本の野球だいぶ慣れてきたという手応えはありますでしょうか。野球もそうですけども、チーム内のスタッフであったり、選手であったり、皆さん、いい人ばかりで、すごくいい環境で野球をやらせていただいています。そして今日は山本投手が素晴らしいピッチングでした。エースの投球、後ろで守りながら、どうご覧になっていましたか。アマさん、He do really good. Good pitch, good command. So I'm so happy to him because he do really good job. And thank you for coming to enjoy the game. やはりしっかり狙ったところに、ボールが投げれるいいコントロールのすごいいいピッチャーだと思います。とにかくそういう試合を見れて、一緒にプレーできて本当に良かったと思います。お二人の活躍でチームは勝利です。それでは最後にバファローズファンの皆さんに自己紹介を含めて今後の抱負をお願いいたします。頑張ります。ありがとうございました。まずはジャガティのブレイディック・バレンス選手でした。続いては今シーズン2勝目を挙げられました山本由伸投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は今シーズンホーム初登板でした。京セラでのスタート、どんな思いで迎えましたか。昨日、チームがいい感じで勝って、今日も勝って、練
連勝したかったので、はい、気合を入れて投げました。今日も序盤から力強いボールが光っていました。立ち上がり振り返っていかがでしょうか。やっぱり試合の、始まりはすごく大事なので、いい入りができて良、かったと思います。そして終盤7回の粘り強いピッチング、ランナー2人背負ったあのピンチの場面ですが、あそこはどういった狙いピッチングを心がけましたか。まあ、フォアボールだったり、長打だったりランナーを出してしまったんですけど、まあ、2アウト取ってましたし、なんとかホームに返さなければ1点は入らないので切り替えて投げました。本当に今日も球の強さ、抜群のコントロール素晴らしかったです。7回無失点、今日のご自身のピッチングはどんなところが良かったでしょうか。まあ、ランナー出す場面もありましたけど、なんとかゼロで粘り強く投げれたことと、まあ、この試合をしっかり勝てたこと、それが良かったと思います。これで今シーズン2勝目、去年の5月末からは公式戦17連勝です。ファンの皆さん、今後の山本投手の登板も非常に楽しみにされています。今後へ向けて力強い一言お願いいたします。まあ、連勝も続いて、まあ、毎週相手もやはり弱くないので、もっともっと応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日は東京のヒーロー我ら選手山本選手でした。それでは今日の勝利の喜びを全員で分かち合いましょう。私が全員で笑おうと言いますので、選手の皆さん、スタンドの皆さんは一斉にタオルを掲げてください。それではご準備はよろしいでしょうか。参りましょう。勝利の V が一つ増えたことを祝って全員で笑おう。